モデルプレス、2024年7月5日、日向坂46が7月3日から4日の2日間神奈川県パシフィコ横浜国立大ホールにて、グループ初のアンダーライブ、イレブンスシングル日向坂46ライブを開催。4日公演のアンコールでは1期生の高本彩香が卒業セレモニーを行い、選抜メンバーもサプライズで登場した。写真、日向坂46。 ミニタケ衣装で美脚輝く、日向坂46一期生、高本彩香、卒セレにサプライズ登壇4日公演のアンコールでは、ピンクのドレス姿にティアラをつけた高本が一人でステージに登場。感極まりながら8年間のアイドル人生を振り返り、お日様、日向坂46ファンの愛称、栄感謝を伝えた。スピーチの後には、同公演に出演する予定はなかった選抜メンバーの一期生。 佐々木組佐々木美玲加藤志保東村銘がステージに登場同公演に出演していた高瀬愛奈もお揃いのライブ T シャツに高本が考案したグッズピンクのリボンスカーフを身につけてステージに登壇し1期生6人が集合したそして欅坂46ひらがなケヤ時代の思い出の楽曲おいで夏の境界線を1期生で披露同楽曲は高本が コールが好きと発信していた楽曲でもあり、お日様もコールや手拍子で現一期生メンバーのラストパフォーマンスを盛り上げていた。日向坂46一期生集結おいで夏の境界線、披露に反響一期生のサプライズ登場と、おいで夏の境界線、披露にはオンライン配信で見ていたファンからも反響が続々。一期生でパフォーマンスできてよかった。選抜メンバーも来られて良いライブだった。 1一期生最高です」といった声や「コールや完成ありのおいで夏の境界線」は久々となったことから「コール懐かしくて泣いた」「コールありのおいで夏の境界線」「感動したお日様にとっても大事な曲とコールです」といった声も上がっている。なおアンコールの最後には2期生3期生4期生の選抜メンバーも登場し日向坂46全員がステージに集結。 高本の希望でケヤキザカ46時代に一期生で歌っていた楽曲、永遠の白線を全員で披露し、感極まるお日様が続出した。日向坂46、アンダーメンバー、日向坂46、打初ライブ日向坂46は、2024年5月8日リリースの 11th シングル、君はハニーデーより選抜制度を導入。同年4月6日から7日に神奈川県、 横浜スタジアムにて開催された5回目のひなた祭にてアンダーメンバーの故障が日向坂46ひらがなひなたに決定したことを発表した日向坂46は日向坂46が欅坂46ひらがなけやき野で活動をスタートしたことが由来今回の会場パシフィコ横浜は ケヤキザカ46初の単独ツアーケヤキザカ46走り出す瞬間ツアー2018初日の会場でもあり日向坂46の幕開けにふさわしい場所での初ライブとなった。イレブンスシングルの日向坂46メンバーは1期生2人、2期生1人、3期生3人、4期生6人の12人で構成。最終日である4日公演には1期生、 高本の卒業セレモニーも開催したモデルプレス編集部、イレブンスシングル日向坂46ライブ出演メンバー1期生、高瀬愛菜、高本彩香2期生、浜岸日和3期生、高橋三に寺、こう、は正式には、はしごだか、森本麻里、山口陽よ4期生、石塚玉木小西な実清水梨央、竹内キク平岡クラゲ、渡辺里奈 ノットスポンサード記事。